パーカホ、キャトレカーペオサイアメイシスは、ア赤に属する大型の淡水魚の一種。濃い目で最大の魚である。本種の属するキャトレカーペオ属は一絵型である。タイ国内では、漁業局によって、バンコクのシンボル水生動物に指定された。東南アジアのタイ、カンボジア、ラオス、ベトナムのメコン川、メイクローン川、チャオプラヤー川に生息する。頭部が大きく。 触手がない。背びれに、トゲがない。淡水魚で最大級の大型種であり、小イカで最大の種である。最大で全長3メートル、重量300キログラムに達するが、乱獲環境破壊によって個体数が激減しており、100キログラムを超える個体は非常に稀である。通常はメスの方がオスより大きくなる。また、 植物食の魚類としても、メコンオナマズと並び世界最大とされる。パーカーホは、南アジアのインドからミャンマーにかけて分布するカトラと、形態が告示しており、過去には、同一種であると誤認して報告されていた。染色体数の検討から、2倍体であるカトラの祖先型から、本種の祖先型が、染色体の倍数化によって4倍体として出現し、 地理的隔離によって分化したものと考えられたこともあった。だが、他の種も含めた大規模な系統解析では、カトラがラベオ属内部に含まれるのに対し、本種はプロバルブス属とともに、小屋かで最も規定的な位置にあるという結果が得られており、この2種の類似性は二次的なものであると考えられる。海遊魚であり、餌場や繁殖の場を求めて、 季節ごとに移動する。生魚は普段は大きな河川の深い淵にいるが、水量が増すうきには運河や氾濫源や浸水林に移動する。10月にメコン川下流に現れる若い個体群が観察されている。普段はオスとメスがペアで行動する。幼魚は通常は小さな支流や湿地帯で見られるが、池や運河に封じられた場合にはその環境に順化する。 繁殖可能な生魚になるまでに約7年かかる。藻類、プランクトン、浸水林の果実、デトリタス、ザコなどを食べる。現地では微味とされており、食用にするための捕獲と生息環境の破壊により、個体数が減少している。近年は生魚になるまで生存する個体が非常に少なくなっている。メコン川を管理する政府間組織のメコン川委員会によると、記録された 漁獲数は2000年20日まで減少している。ありがとうございます。